やばい、私ってマジで人の曲を聴かなすぎる。マジで私日々 K-4 しか聴いてないからな。 K-4 の曲だったらマジで何でも歌えるんだけど、 K-4 の曲ってなんかこの時に聴きたいとかないわけ。いつでも聴けるの K-4 の曲って。例えば辛い気持ちの時にこんな明るい曲聴きたくないわみたいな時あるじゃん。 K-4 にはそれがないから。運命はエンドレスとかマジでいいから。運命はエンドレスなんてマジでいいから。アイドルがね好きだったらね絶対にね好きなはず。そのメンバーとの関係性を知ってたらもう運命はエンドレスなんて最強。私運命はエンドレスが一番好き。あと冬の日、運命はエンドレスの好きな歌詞はサビのすれ違わず出会えたねすごいよね、だからちょっとくらいピッチが合わなくても大丈夫じゃん。ここがめっちゃ好き、最高。すれ違わずにちゃんとぴったり出会えたことがだけがすっごいことなんだよ。運命はエンドレスマジでいいから、みんな今から歌詞調べてよ。最高、この2番の歌詞もいいよね。猫の組み合わせ卓上運命、学校一日本一幸せなジャング、最高。生まれ変わってもきっと出会えるようだよ、出会おうね絶対、生まれ変わっても絶対出会おうな。急に軽くなっちゃった。生まれ変わっても絶対出会おうな。わ、ガールズインワンダーランドめっちゃ好き、たまらんぜよって感じ。K-4誰推し、のどかちゃん。私さずっとさカレーのチライス、カレーのチライスっていう歌があるのね。カレーのちライスなんだけど、ずっと私ねカレーのチライスだと思ってたの。だから変な曲やなって思ったっていう話。すんごい最初の頃ね、中学生とかそのぐらいの時、カレーのチライス。チライスってなんやねんっていう。うわ、いや、ねえ、あんたの名前をトンスキンにしてやろうか。全部ねサブスクで聞けるから。おぬぬめ、おぬぬめです。